ウォルター、メーナード・ファーガソンは、カナダ出身のジャズトランペット奏者。ハイノートヒッターで知られている。1928年5月4日、カナダ・ケベック・シューベルダン生まれ。両親の勧めで4歳には、ピアノとバイオリンを習う。9歳の時、地元の教会で聴いたコルネットの音色に感銘を受け、両親に頼んで、トランペットを手に入れ、以来奨学金制度を利用して、 トランペットに励むこととなる。13歳の時には、カナダ放送協会楽団で、天才的な子供として取り上げられ、ソロを披露している。1949年、21歳の時に、アメリカに移住、スタン・ケントン楽団に加わり、頭角を表す。当時は、まだ若かったため、楽団のツアーに両親がついて回ったというエピソードが、残されている。 1954年にスタン・ケントンの下を去って、パラマウント・ピクチャーズに入り、中華などの映画で、リード・トランペットを担当した。パラマウントを去った後、バードランド・ドリーム・バンドを結成するも、1960年代には、当時のアメリカ音楽の変化に失望感を抱き、イギリスへの移住を計画していたとも伝えられる。 1976年8月1日に行われたモントリオールオリンピックの閉会式ではトランペットのソリストを務めた。その後は自身のビッグバンドを率いて活動。1977年のシングルであるロッキーのテーマはビルコンティによるバージョンが全米1位の大ヒットとなったがファーガソンのバージョンも30位以内に入るヒットとなった。なお、同曲には リズムヘリテージのカバーもある。ダブ WHC を奏でることができる。その演奏は映画音楽やテレビ音楽などで印象的に用いられた。日本ではスタートレックのテーマが日本テレビ系アメリカオーダウルトラクイズのテーマ曲としてハリウッドが日本テレビ系全国高等学校クイズ選手権のテーマ曲や CBC テレビ制作 TBS テレビ系 国際招待ゴルフ、中日クラウンズの中継テーマ曲として使用され、ファーガソンの名を知らなくとも、その演奏は広く、全国に知れ渡っている。それ以外にも、フュージョン時代の楽曲は、全盛時の新日本プロレスにおける、来日外国人レスラーなど、格闘家の入場テーマ曲などで多数使用された。2006年8月23日、腎臓疾患と肝臓疾患のため、 アメリカのカリフォルニア州の病院で死去。9月に日本ツアーを行う予定だった。ありがとうございます。